はい、どうぞ。ウェブライダー小型版、はい、長さは13センチ、幅24センチ、重さ現状で電池込みで 2.1g。 2.1g で、どういう風に動くかというと、ウェブライダーなので、波動を作り、ここも、そうこれは分かりやすいね。うん、そうこれ人間の目だと両側同時に働かれているように見えるけど、スローで見ると片足で左右互い違いってんだよね。いった。これで今右だよね、はい、ここで左、ちょうど幅だけのあの角度が、はい、そうですね、もろ変わるのが変わってるでしょ、はい、こっちだったら向こう大きくなるし、あ、これいいな、ということですね、はい、公開しちゃっていいね。右、左、あ、結構自然に立って左曲がっちゃうのね。だからちょっとあの直走するようにしました。航空ベニヤを、ああ、斜めにしてるけどもよく持つね。いいね。テーパーになってるんだね。あ、分かれるのか。うん、テーパーで切りましたけれど、あの、うん、あの開いたのカーボンをカッターでテーパーにしましたけど、でもすごいね、あの力かかるんだから、今これ 4mm の24とか、で、いや A7 でもいけるんじゃないかと思ってました。食べそうじゃん。これよくするじゃん。ムササビ。あ、でもピッチングはしてるけどいいね、うん、これは方向制御してるわけ。もうしてない。今左曲がったよね、うん、勝手に振ってんの。勝手にちょっと後ろ重視だなこれ。でも、あ、行っちゃった。あの、あれぐらいの幅的にこういう感じが秋っぽいというか、探求心旺盛というか、あ、いい感じ。お、無駄ないね。おお、すごい超直進。すごいじゃない。